あ FEC チューンド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 。どうもきんぴらごぼうです。よろしくお願いします。はぁ、捕獲したいな。は、捕獲なんか急に。俺今最近さ、あの捕獲にハマってるわけよ。あのポケモン GO でポケモン捕獲したり、木に止まってるセミを捕獲したり、あの俺の父方のおじさん春彦おじさんを捕獲したりするわけ。おじさん捕獲するのはおかしいだろ。あのさ、糸の先にスルメイカつけてこう垂らしていたら、ビール片手にこうあの春彦おじさんがやってきてから寄ってくるわけよ。でそして後ろから大きい網で捕獲する。いや、捕獲方法どうでもいいよ。してお前スルメイカで捕まえるって、お前サトシおじさんザリガニみたいだな。え、サトシおじさんじゃなくて春彦おじさんだけど。おじさんか。誰さとしおじさんって。ごめん、俺のおじさんだったわ。怖いよ。でもさ、あれだよ、しばらくしたらちゃんとリリースするよ。いや、そりゃそうだろやん。リリースしなかったらお前ただの誘拐だからさ。でも7時間ぐらいでよ。いや、まあまあ長いな。お前パートタイムで働けるぐらいの時間拘束してるよ。そうなの？あ、でもさ、最近あのペットボトルも捕まえたわけ。ペットボトル？あのなんか道に大きななんか箱がなんかそれに住んでるのかな、でそれになんか160円入れたらなんか光って、ボタンを押したらガコガコって出てきて、出てきたところを素手でガフって構えるわけよ。ただお前それ販売機で買っただけやし。あ、そうなんだ。でもあれ中身を空っぽにした後ちゃんと草むらにリリースしたよ。いや、だからそれポイ捨てよお前。ポイ捨てなの？いや、分かったよ。じゃあのポケモン GO やる、バイク乗りながら。いや、それ一番ダメなやつだろ。皆さん、ポケモン GO は十分注意してプレイしましょう。どうもありがとうございました。はい、ということで始まりましたよ。本日も FM ギノワン FEC チューンド木曜日、キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオということで、はい、皆様ありがとうございます。この時間帯ですね、沖縄にありますお笑い団体演芸集団 FEC のですね、若手芸人がこの時間帯、FM ギノワン夜の11時の時間帯、11時か1時間近くね、お送りしていくんですけども、本日木曜日は僕ら、きんぴらごぼうがお送りしますよ。自己紹介しましょうか。しましょう。僕がきんぴらごぼうの金城大河で、そしていわゆるきんぴらごぼうの富川森光です。よろしくお願いしま す。いわゆるて。そう、いわゆるよね。いわゆるね、この季節。そうですね、季節でいわゆったりするんだ。それするよ。もうよりけりじゃない、なんか。いやいや、もう週によりけりだと思いますけどね。何も線香花火とかやる季節だから。何も返さないんか。そうそう、夏になりましたね。はい、いや、もう先週も夏ですよ。そうかな。7月はもう夏です、沖縄は。7月はというか、もう5月末ぐらいからもう夏ですよ。俺はそうは思わんな。めっちゃお前あの頭にサージ巻いてからデジナスマンケットしてる。そうだな。そうは思わないなとか言いながら、ということで、皆様1時間お付き合いください。よろしくお願いいたしますね。どうでしたでしょうか、オープニング漫才。はい、はい、オープニング漫才はね、そうそう、あのこの時間帯、通して、はい、共通でこう初めにね、1分程度の漫才をお送りするんですけれども、今週のテーマが、何だったっけ、捕獲。捕獲ね、捕まえる捕獲ということでしたけど、捕獲テーマ、まあえ、いや、いいんだけど、なんか捕獲ってなんかさ、なんていうの、なんかちょっとね、物々しいというか、なんていうのか、なんか硬いというか、そうそうそう、ちょっと怖い感じ、ね。なんなのかな、もっと柔らかい言い方。捕獲をテーマでなんか、ね、漫才しましたって言いたくはないよ。ちょっとね、言いづらいですけどね、はい、捕獲、なんかそうだね、あの格好が入ってるからかな。捕獲、確かに。カチカチ、強さが出てる。そう、強さが出てますけれども、はい、そうね、ポケモン GO とかね、今週でしたっけ、先週か。そうじゃない、今週じゃ、あ、分かんない俺、ね、なんかぐらいから先週かな、配信開始になって、なんかもう 今、はい、今や大盛り上がりですけれども。そうです ね、 ね、皆さんもやってますか、ポケモン GO。 ポケモン GO、ね、分かる、ポケモン GO やってる。やってる、やってる。あれ、あれさ、
楽しいね一応。一応楽しいよ確かに。あのさ、うん、もう絶対やらないと思ってたっけど、これだけは。ああ。なんかいろいろやってきたよ、なんかパズドラとか、はい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 、なんかモンストとかさ、いわゆるなんか流行ってるやつをやって、一応面白かったんだけど。ポケモン GO はなんかちょっとなんか危険性とかもさ、はいはい、こう示唆されてた、まあ、されまあね、なんかいろいろなんかあったさね、うんうん、だからちょっとなんかまあまあいやここまで盛り上がるほどのって思ってたけど、うん、いざやったらやるね。そりゃそうだろ。実績があるからな。実績があるからね。それはハマるわ、うん、面白いです面白いですということで、はい、まあ、ポケモン GO の話もね、はいはい、あの皆様も聞きながらということで、うん、なんかメッセージなんかもね、うん、今日はいただけたらありがたいなって思ってますので、はい、今日はというか今日もありがたいと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。先にメールアドレス紹介しましょうか、はい、FM ギノワン、キンピラゴボのキンキンピラピラお星様ラジオね、メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com ですね、うん、はい、こちらの方まで、ぜひともメッセージよろしくお願いいたします、はい、もう何でもいいですよ。何でもいいです。何でもいいですね。本当に何でもいいです、うん、本当にもう本当に、はい、運とかだけでもいいので何の何に対しての運かわからないけど、うん、僕なんかが紹介するタイミングで、うん、こうラジオネームと運っていうの文を読ませていただきますので読みたくねー運だけは。いや来るんじゃない、こんだけ振っとけば。でも 毎週来ないさ、まあ、先週からノードンさんが送ってきて、そうですね、来てくれたのかな、はい、うんうん、いやいいです、なんかもう、はい、でも本当にもう誰でもいいので本当ね、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、とあとですね、うん、この FM ギドワンさんラジオですね、はい、ツイキャス、ユーストリーム、そしてサイモンラジオも、はい、あの放送してますので、うん、はい、そちらの方もぜひね聞いたり見たりできますので、お願いします、よろしくお願いいたします。ただあのツイキャスとユーストリームはすいませんが、あの音楽とあの CM の方が流れませんので、はい、ご了承くださいということでよろしくお願いいたします。お願いします。今日どうでした、今日というか今日この1週間、この1週間先週からの1週間どうでした。そうですね、ついこの前、うん、バイクの、はいはいはい、バイク走ってたらナンバープレートが落ちまして、えボロボロボロっと、えっ効果おかしくない、ゴーパチ走ってたらボロボロボロっと落ちました。なんかあれでなんかなんだアップルパイがポロポロこぼれるみたいな感じボロボロボロって言ったけどまあまあ正確にはガコンって落ちたんだけど、ガコンガコンってなったでしょ。そう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 い, いや音はいいけど、そうそう どうしたの、大丈夫。まあ急いでバイク止めまして、ゴーパチ大きい道路だったからね、だからね、で走ってたらな、歩行者の人が、はい、あ割れてるねって言われてあのどんまいみたいな感じのことを言われて、あ、なるほど、で、あそうですねって言って、うん、あの一緒に撮って、うん、歩行者の人と、うん、あのあこれやばいっすねみたいに言って、ちょっと 2,3 個とおしゃべりして、はい、あのちょっと喋ったんだそのままあのバイクのメットインにとりあえずね、とりあえずは入れて、はい、あの応急処置でこうテープでぐるぐる巻きにして今つけてるんですけど、あ、うん、まあ、一応注文もしてるんですよ。あ、そう、あ、そうなんだ、ナンバープレートじゃあじゃあ、はい、大丈夫ですね、うん、しばらくして治る感じですか。しばらくしたら、いいじゃないですか、うん、いいと思います、ね、びっくりしましたよ。だからね、あんな錆びて落ちたんですよね。あ、錆びて落ちたんだ、うん、ナンバープレートなんかにぶつかってとかではなくて、じゃないじゃない、もう完全に錆びて落ちて、ちょっと何大切にこう乗ってるのか、うん、なの。いやだから中古で買ったから、その中古車屋さんが、うん、はあ、あ、なるほどね、錆びたまま売ったんじゃないですか。その見えないところだから、ナンバープレートの後ろって。まあまあ仕方ない、うん、結構でも乗ってるでしょ、もう1年2年ぐらい乗ってる、でしょ。そうだね、3年2、うん、2、3年いいんじゃない、うん、いやダメでしょダメでしょ、まあ、俺違うバイク屋に持って行きましたよ。あ、ついにちょっと、うん、あっちはちょっとなと思って、もう少し信頼できないから、そうそう、バイク買ったのは別のバイク屋さんでってことね、うん、そうそう、修理代も高かったしね今までの、うん、いやでもいいと思います、そうやってね、はい、いいお店見つけていくのもね、うん、いやいいと思いますよ。ツイキャスの方も、はい、コメントもできますので、ね、うん、よろしくお願いいたします。早速来てますので少し紹介しますか、はい、これは今かな、ユミさん、愛知県のユミさん、はい、こんばんはということで、こんばんは、ありがとうございます。あと何ねのうどんさん、はい、ありがとうございます。こんばんは、パフパフといただいてます。うどんさんですね、うん、大学森光くん、こんばんは、ありがとうございます、はい、で今来ましたね、ナンバープレート再発行できるんですね、うん、と、あ、これは再発行ではなく、うん、あのナンバープレート自体はあるので、それを取り付ける器具を、うん、あそういうことですね、そうそう、つけるっていうこと、新しくちゃんとガッチリする、はい、ナンバープレートはあの、うん、今テープでぐるぐる巻きで僕のバイクの後ろにつけてますので、ね、これ早めに直した方がいいよ、うんうん、よろしくお願いします。あと来年のおどんさんから、はい、先週の金曜日だよとポケモン GO の、あ、なるほど、配信されたの、だから俺なんかやる前だから、なるほどね、あれでも冬打たれたよ、うん、冬打たれた、冬を打たれた、冬を打たれて配信された感じ、俺、うん、僕はですけど、すいません、僕はですけどということで、じゃあそろそろオープニングも終わりということでということで、はい、一旦 CM やって、ここから1時間よろしくお願いいたします。それでは CM に行きましょう、どうぞ。
はい、ということで今ちょっと CM 流れてますので、はい、今しばらくお待ちくださいね、うん、はい、うどんさんからそうなんですね失礼しましたと、いえいえ、なんか失礼でも何でもないですね、逆になんか失礼しましたって言われたら僕なんかひどい、ね、ひどい言い方したみたいな、ただちょっと訂正しただけなんで、ね、ナンバープレートなんでね、はい、いやうどんさんね、はい、ちゃんと優しい方を、はい、ちゃんとみんな優しいですけど、みんな優しい方でね、ありがとうございます。音大丈夫そうですかね。ああ全然いい、OK です、OK です。じゃあ、はい、あと20秒です。はい、少々 CM 開けますので、はい、ツイキャス、ユーストリームをご覧の方。開けたら、沖縄の自由研究ですね。ですね、うん、開けて、ジングル流れて、はい、って感じですね。これ構成もいっちゃっていいか、大丈夫かな。いいじゃないですか。めっちゃ話してますけど。ヒデノブです。ラジオ名言います。きんぴらごぼうのキンキンピラピラお星さまラジオ。はい、ということで、はい、FM ギノワン FEC チューンド木曜日きんぴらごぼうのキンキンピラピラお星さまラジオやってます。ただいま FM ギノワンの方で生放送中です。ラジオの G は地に点々です。よろしくお願いします。毎週言ってます。言うの忘れてました、はい、ということで早速コーナー行きましょう、はい、このコーナー沖縄自由研究。はい、ということで、うん、ここではですね、せっかく僕なんか沖縄でラジオをさせていただいて、なおかつ沖縄の芸人ということですので、はい、うん、沖縄のことについていろいろ調査研究をしていこうというコーナーです。そういうコーナーです、はい、僕たちの沖縄力の向上と同時にリスナーさんにも沖縄について詳しくなってもらおうというコーナーになっております。はい、はい、本日はですね、はいはい、まあ、もう沖縄、まあ、でも沖縄なのかな。ちょっと今よく考えたら、そう、確かに、ね、あのちょっとこの今回の企画さ、ね、あの俺提案したさ、ね、うん、でそうそう、今僕もこれ読み上げてて気づいてたんですけど、テーマをね、うん、今回の企画あんまり沖縄関係ないじゃない。やっぱ暑いからっていうのもあるかもしれない、まあ、確かに夏みたいなイメージからだからちゃったんだ。今日だから今日あの、うん、ディレクターさんにこうテーマ、はいはい、発表したらなんかちょっとリアクションが、うん、おおみたいな。なるほどね。確かに沖縄自由研究みたいな。若干沖縄からみたいなね。うん、あ、まあまだ、まあ、テーマ発表しましょうか。まあまあ行きましょう、はいはい。今回のテーマがですね、うん、大人が本気でセミを捕まえたら1時間で何匹捕まえられるか。沖縄で。いや、沖縄ちょっと暑いさね、はい。暑いしなんかほら。沖縄の代表のセミといったクマゼミが、うん、まあ、地域にもよると思いますけど、確かにあのクマゼミが結構僕なんかところで見かけられましたので、うんうん、それを大人になったね、はい、小さい頃よくやりましたけど、大人になった僕たちが今やったら結構捕まえられるだろうと、うん、まあ捕まえられるでしょそれは、はい、これも実際今日調査、うん、調査というか捕まえて捕獲してきましたので、はい、セミを捕獲してきましたので、捕獲してきました。その音源がありますので、うん、皆様に聞いてもらいたいと思います。あ、ちょっとね、でもあの音を編集する際やっぱちょっとセミが鳴いてたので、あ、なるほどね。ちょっとあのお聞き苦しいというか、あ、おセミ苦しいところがあるんですけど、なんてお聞き苦しいというか、うんうん、おセミ苦しいところがあるんですけど、あんま何もかかってないな。そうなんですよね。じゃあ考えてよ。すごいびっくりしたわ。ひねった、うん。今日来る前にいっぱいひねったけど、うんうんうん、これだけだった。ごめんな。いや、いいと思う。ポッてちょっとしかない。うんうん、そう、ちょっとセミの音がウィーンってなってて、ちょっとね、あの音聞きづらいと思いますから、そこはご了承くださいということで、はいはい、よろしくお願いいたします。はいはい、じゃあ音源準備大丈夫ですかね。はい。いきましょう。じゃあそれでは音源聞いてください。どうぞ。はい、本日 の、うん、あの沖縄自由研究はですね、はい、大人が本気でセミを捕まえたら、うん、1時間で何匹捕まえられるかよいしょということですね、はい、もう俺なんか大人になったし、うん、届かないところにも届くわけですから、はい、もうね1000匹はい1000匹大きく出すぎだろ言いすぎたけど 100匹ぐらいはいけるんじゃないかということでね、はい、今日はね、うん、あのスペシャルゲストも来てくれました。そうそうそう、助っ人もね、はい、ということでじゃあ自己紹介お願いします。のぶのぶひでのぶです。よろしくお願いします。出ました。はい、来ましたね。あのもう差し機械の大スター大スター。そう、うちのラジオであのおなじみの津波新一の次はもう中曽根ひでのぶと言われてるぐらいもうすごい電子気合入ってるらしい今日巷ではクズとも言われてますね。あの賛否両論あるんだね。ということでそんなのぶのぶひでのぶが来てますけれども、うん、今日はもう3人がかりで、はい、僕と森光は、はい、あの虫取り網使って、はい、取って、はい、あの秀信は素手で
おかしくないですか、この手紙みたいなとこあるからもう。いやいや手紙ってどんなのということで、はい、じゃあ100匹目指して何匹取れるのか検証していきましょう。よし、みんな行くぞ。はい、スタート。行こう。閉まらんな。閉まらないですね、最後が。もう一回行こう。じゃあ、ひでのぶ、ひでのぶ、はい、まあ1時間ね、時間は1時間、うん、はい、開会の合図をお願いします、ひでのぶ。めっちゃパトカーなってるし。じゃあ夢の千匹捕まえに行くぜ。あ、ダメです、これダメです。いや、これでいい。さあ、今ですね、こう捕まえようとしてるんですけど、意外とここの公園の木が高くてですね、結構難しいですね。思ってたより難しいですね。なんか鳴き声は聞こえはするんですけど、想像よりもはるか上で鳴いてますね。ちょっとこれは意外や意外じゃないですか。捕まえられないんじゃないですかね。ちょっと泣いているんでチャレンジしたいと思います。やりました。初の1匹目来ました。皆さん聞こえますか。オスです。やりました。これはもうさすがヒルノブくんが来てくれたおかげですね。じゃあヒルノブちょっと取り出してもらっていいかな。セミ触れる？めっちゃ暴れてるよ、セミ。やばいやばい、逃げる逃げる。よしよし。よし。さ、触れます？ヒノブ、セミ。あ、触れます。あ、じゃあ、セミを逃がさないように。貴重な一匹なので。ぎっしり網にしがみついてますけど。あー、行きました。一匹目。あ、そうなの。一匹いる。あ、ほんとだ。あー、いや、でも、いけるいける。そうだね、そうだね。あ、いいとこ見つけましたね。あー、いた、こっちね。あー、いけるんじゃない、これは。慎重に、貴重な2匹目ですからね。あ、オッケーオッケー、お願い、ヒルノブお願い。よし、行きます。あ、やべ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 、逃げられた。うわ、俺が網にこう抑えるのがね、くそー、メスでしたね。これはちょっと今のは残念ですね。捕まえましたか。アゲハチョウ1匹捕まえました。あ、これあのなんかすごい綺麗なアゲハチョウじゃないですか。そうそう、アゲハチョウ1匹セミはよ、僕らがちょっと1匹。お、セミよ。あ、すごい。やっと1匹。いいですね。さっき 2匹目いたんだけど、こう入って網に入って逃げられちゃったわけよ。あ、なるほど。うん。あ、じゃあ一応捕まえられることには捕まえられるんですね。一応ね。でもこっちの公園基本的にちょっと木が高いから、はいはい、少し捕まえづらいところはあるんですよね。じゃ、もう少し粘ってみますか。はい、はい、ということで、はい、1時間終了しました。終わりましたね、うん、僕と森道と秀信3名で、はい、頑張った結果、はい、すごい結果出ましたので、出ました。結果発表いきましょうか。はい、じゃあまず森光の方から。まずですね、うん、あのメスのセミが1匹と、うん、アゲハチョウが1匹ですね。え、セミはどうした。いや、セミがですね、うん、アゲハチョウに変わってました気づいたら。何のどういうことか、これ。じゃあちょっと僕と秀信はですね、はい、あの一緒に捕まえたんですけど、はいはい、あのオスのセミが、はいはい、1匹、はいはい、あとあの殿様バッタが1匹、はい、いや、なんでよ。や殿様バッタいらんでしょ。いや、悔しいね。いや、悔しいですよ。敗因としては、はい、この基本的に全部の木が高すぎて、そうだね、うん、届かない。見、セミが見えるけど届かないっていうのが、ね、大人どころか手本マンでも届かない。全然届かないですよね。全然届かない。今も鳴き声聞こえるんですけど、はい、
届かないので、ただ最悪、うん、今僕たちあのメスのセミ1匹とオスのセミ1匹捕まえたんで、うん、これをあの購買させてあの7年ぐらい待てばあの子供は生まれるんで、またはそんなに企画終了しよう、ね、7日間のうちで育てられないだろということで、はい、いやもうこれはリベンジですね、今度、うん、今度また、はい、あの 夏中に、はい、その時はヒデノブも、はい、ぜひよろしくお願いします。網持ってきて、はい、そうそう、はい、どうでしたヒデノブ。そうですね、素手は絶対無理ですね一回やったんです、ガサッていってちょっと危なかったですね、あのもうちょっとでもう切れる寸前でしたね、手が、はい、木にね、はい、木に手がガサッてなって あれはもうやめようと思いました、ね、コメントは一切使えませんので、なぜ聞いたんだ、ということで、はい、以上研究結果発表でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、はい、結果2匹しか捕まえられなかったっていう、ね。そうなんだよね。ひどいありさまでしたね。いやー、うん、敗因というか、うん、敗因としてまず、うん、あの木が高かった。そうそうそうね。これあのなんかこう調査音源の中にも言ったんですけど、はい、じゃあまあちょっと言い訳になるかもしれないですけどね。あと、うん、僕個人の範囲としてなんですけど、はいはいはい、まあ、子供の頃に比べて確かに身長も伸びて、うん、あのセミは捕まえやすくなってるかもしれないんですけど、はい、本気でね、うん、セミを捕まえたいというあの純粋ないやいやいや違うさ、心が僕にはこれお前がやろうって言ったさ、いや俺がやろうって言ったんだけどこうやっぱ歩いてたらね、こうセミを1時間探すわけじゃないですか。そうですよ、歩いてたら、うん、なんか耳になってるけど見えないし、うんうん、なんか熱いなーって途中からなんかただ歩いてなかった。いや歩いてちゃんと探しながら歩いてたよ。ちょっとポケモン GO もやってたけど、でしょほら完全に。いやでもあれだよ、俺1匹捕まえたよ。いやそう、まあそれは確かに1人で1匹だもんな、うん、そうそう、俺なんか俺ヒデノブと協力して、うん、ヒデノブ協力はしなかい、俺が捕まえたのよ。ヒデノブこそただ歩いてたよね。そうそうそう、うん、ヒデノブね、あのジングルでもね、そうそう、間でもヒデノブですって紹介した、うん、あのヒデノブです、うん、あの後輩芸人になりますので、うん、ということで、いやこれはねリベンジですよ、はい、リベンジ、うん、リベンジ、なるほど、近々やりましょう本当に、来週やるか、うん、これさどんくらい捕まえたらすごいかな、うん、どんくらいかな、うん、なんか今回なんかだいたいアバウトで100匹みたいなの決めたけど、いやでも1時間だからさ、うん、2人で1時間って言ったら、うん、やっぱり、うん、その100匹じゃない、100匹か、100匹捕まえたら、でも今度はちゃんとヒデノブも、うん、あそっか、網持ってる、うん、うん、だから3名で捕まえられるけど、3名に捕まえたら一応100匹にするか、100匹じゃない、だって、ね、2分に1匹は捕まえてるわけでしょ、でしょ、うん、100匹だ、100匹ということで、うん、もう範囲も分かったのでね、はい、でなんかセミが捕まえやすいよっていう声も調べますので、そうだね、ちゃんとなんか知ってる方いたらちょっとメッセージください、うん、セミいるよって、セミこっちの公園セミいるよっていうのがありましたら、うん、そこまで出向きますので、はいはい、出向くってなんかちょっとごめん上からすいませんね行きますのではい、はい、ということでよろしくお願いいたします、お願いします。以上沖縄自由研究のコーナーでした。はい、ツイキャスの反応あるので少し読みましょうかね、はい、お願いします。こっちから読むかな、何上のおどんさん、うん、はい、沖縄セミが鳴く時間は内地より早い気がすると。あーなるほどね、なんかイメージそんな感じするね、確かに結構朝から鳴いてるよね、多分6時ぐらいからね、うん、鳴いてる時もあります、ところも場所にもよりますけど、はい、ね、よりけり、ただ何上のおどんさん、しんちゃんと並んでヒデノブということ、うん、並べんでって、あ並べんで、うん、並べんでって、うん、いやそれはもう、そうそう、重々承知してますね、津波真一さんね、はい、並べられるわけがないですからね次にって言ってたよなはい、あと他局で、うん、末吉公園でセミ捕まえてたけど何十匹も子供たちが捕まえてたよと。なるほど、いいの聞きましたね、これはもう超えるしかないですよ、いいです、何十匹だからね、何百匹ですね、何百匹をじゃあ目標にしましょう、うん、はい、うん、うどんさんからもメッセージ来てます、はい、再調査期待しています、今度は大人の邪念に負けないように頑張ってと森光アドバイス来てますよ、そうだね、うどんさんから、うん確かに邪念が少しね、そうそう、結局ね、うん、手の届くところのセミが2匹しか捕まえ 見つけられなかった、そうだからね、うん、なんかそう熱いとかちょっと難儀みたいなの入ってたからさ、うん、そうそう、だから今度はもう本心で、うん、取りに行きましょうセミをね、はい、ということで、うん、皆さんコメントありがとうございます、うん、ということでじゃあ曲いきましょうか、はい、曲じゃあこの曲いきたいと思います、大丈夫ですか、あはい、ということで、いやでもすぐですよ、
あ、大丈夫、大丈夫です。すいません。よろしくお願いします。いきましょう。はい、この曲です。山下智久で、サマーヌード。はい、ということで、はい、今ラジオでは山下智久のサマーヌードが流れていますね。流れてやす。山下ってちょっと言いづらいです。山下通称者、なんか非ハ行が多すぎて。山下智久。山下智久だったと思う。山ピ、ね。ああ、うん。サマーヌード。もともとはあの別の人が歌ってる曲。あ、そうなんだ。サマーヌード誰だったかな。誰だったかな、なんとかボーイズみたいな、あ有名な人だったっけな、うまくボーイズみたいな、みたいな感じの違うと思うけど、でもニュアンスはそんな感じだったと思う、うん、はい、ということでちょっと面白かったのが、うん、調査音源流してる時の閲覧数が2人ぐらいグッと減るよ、はいはい、いやセミ長って思ったんだなんかその、うん、あ、真心ブラザーズ、そうそう、真心ブラザーズ、あ、なるほどね、ノードさん、うん、ありがとうございます。なんかそのさ、うん、あれなんだよね、この自由研究、うん、これ調べてきてみたいのあったら、あ、だからね、送ってほしいなと思って、ありがたいですね、うん、そういうの欲しいっすね、なんかありますかね、ね、あるんかな、ノードさんとかデイジ直接みんな欲しい、なってくれそうさ、みんな欲しい、マウドンさんもね、うん、ユーミンさんもですけど、毎回聞いてくれてる、ねね、はい、ありがたいですね、うん、本当に。ということで、はい、今ちょっとサマーヌード流れてますね。なんかサマーヌードはちょっとね、うん、サマーヌードの話なんだけど、うん、この真心ブラザーズが歌ってるやつがはい、はい、いい。じゃあそれ流せ。じゃあそれ流せ。これがいい。うん、ちょっとヤマピーが歌ったらやっぱりちょっとなんだろうな、いいんだよね、ヤマピーにもいいんだけど、あの真心ブラザーズのやっぱりこっちが本家だし、はいはい、やっぱり味があるちょっと。そのなんかアイドル感が出ちゃうね、うん、そうそう、あ、それが言いたかった、ヤマピーが歌ったらそれはそれでいいんだけどそうそうそう、どっちの良さもあるけど、うん、うんうん、ということで、え、次もじゃあコーナーね、うん、なりますけれども、はい、うん、ちょっと違う話なんですけれども、あ、いいですよ全然、はい、今日うん、1ヶ月ぶりぐらいに、うん、テニスをしてきまして、はいはい、テニスね、やってますね、はいはい、やってきたんですけど、うん、その今日メンバーがちょっと少なくて、はいはい、でなんか内地から最近引っ越してきた、うん、F さん、 F さん、 F さんが、あ、これはちょっと名前伏せるんだ、あ、船越さんがいや別に船越さんってよかったっすね、いるんですけど、うん、まあ、この人が、はい、なんかまあうまいんでしょうね、うん、テニスが、うん、僕はあんま見たことないんですけど、はい、なんかちょっとちゃんと構えないというか、うん、俺うまいぜみたいな、すぐ行けるよみたいな、そうそう、すぐ行けるよみたいな、たまに飛びつけるよみたいな、そうそうそう、うわ、デジ腹立ったっていう いやなんかさ、いや、学校で愚痴言うなよいや、そうなんだけど、じゃみんな聞いてほしいのが、うん、なんかいるじゃないですか、うん、そういうやつというか、まあまあまあ、ちょっと、まあ、一応うまいんでしょ、一応うまいのかな、でも一応、うん、うまいっちゃうまいんだけど、普通にできるんでしょ、できはする、うん、ただ僕もね、うん、1ヶ月ぶりにやって、うん、ウォーミングアップもなしにやったから、うん、ちょっとあまり打てなかったんですけど、うんうん、ちょっと腹立ったないいだし腹立たなくて、別にちょっと手抜くわけよえ、手抜いてる感を出しながら手抜くわけよ、そこじゃあなんか思いっきりやった方がよかったんですね、まあまあ思いっきりやるんですけど、うん、いかんせん久しぶりにやったもんですからなかなか、あ、うん、ちょうど昨日ちょうどテニスの夢見た。あ、そうなんだ。夢で、うん、まあ、夢の話だからね、うん、森光となんか僕なんか事務所のマネージャーさんとやってて、はい、タイガ全然打てないやしみたいなめっちゃ言われて俺めっちゃ打つんだけどなんかホームも覚えてるはずなんだけど、こうなんか手でプッシュするようなずっとこうこんなやり方あ、そうです、曲終わります、はい、ということで僕の愚痴でしたはい、今CM言ってますね、はい、前にこう手をこうなんだろう、うん、空手の突きみたいな感じでずっとこうラケットを押し出して全然打てんから、うん、あれなんで俺これしか打てんの、やり方はできる、覚えてる、あ、覚えてるわけね、ここにあったんだけど、うんうん、でもやりたいね、久々に、あ、やりに来る、ね、やろうやろうね、まあ、やっぱタイミング見つけてやりましょう、 FEC でなんか FEC のメンバーもやりたいってだからね言ってる人いっぱい、誰かしら誰だったか忘れましたけどいや覚えとけ、誰だったかな、なんか何人かから言われるんだけど、慎吾さんとか、あー、じゃなかったな、バンスさんかな、あー、はいはいはい、いいっすよ、
ということで、はい、そろそろ CM も終わりますので次のコーナー、はい、はい、10秒です。はい、あれ流れ星流れてるな。あ、いた、頭に当たっちゃった。キンピラゴボウのキンキンピラピラ王子様ラジオ。はい、ということで、FM ギノワン FEC チューンド木曜日キンピラゴボウのキンキンピラピラお星様ラジオ生放送中でお送りしておりますよ。はい、生放送中で、生放送でお送りしていますよ。はい、ということで、さあここからはこのコーナーに行きましょう。自分で解決お悩み自分相談。はい、ということで、さあ2つ目のコーナー始まりましたよ。ここではですね、事前に自分たちで架空の人物の架空のお悩みを決めて、それを自分たちなりに解決していこうというコーナーです。つまりは僕たちのお遊びに付き合ってくださいというコーナーになっておりますので、あのもう聞きたくない人は聞かないでください。はい、ということで、さあ早速ね、あの今回あの架空のお悩み来てるんですけれども、今回のお悩みを解決するあの先生の方を先にご紹介したいと思います。すいません、先生自己紹介お願いします。はい、どうも鉛筆を頻繁に削ろうの会会長アドバンス竹蔵です。あ、よろしくお願いします、はい、アドバンスさん。お願いします。アドバンスさん、あの鉛筆の何、鉛筆を頻繁に削ろうの会、はい、ってなってるんですけど、はいはい、あの大丈夫ですかね。あの今回来てるお悩みが全然鉛筆とはほど遠いですけれども。ああ、なるほど、はい、ですがね、はい、まあ、全てのことから、はい、元をたどれば鉛筆にたどり着くという説もあるぐらいなので。そうですかね。はい、あ、そうですか。宇宙か鉛筆って、めっちゃすごい。あ、そうなんです。宇宙か鉛筆にたどり着くっていう言われてるので。アドバンスさん、先週も先々週来てた先生とすごい声そっくりですけど、はいはい、先々週来てた先生、先生また来てたんですけど。ああ、なるほど。声がすごいそっくりですけど大丈夫ですかね。いや、そういうことはないんじゃないでしょうかね。わかりました、わかりました、はい、じゃあ早速お悩み来てますので、うん、あの紹介したいと思います。お願いします。はい、ラジオネーム逆立ちで歩く犬さんより来ていますね。私は甘いものが大好きです。毎日の楽しみがケーキを3つ食べてコーラを 1.5 リットルグビグビっと飲むことです。しかしそのせいでものすごく太っています。私はダイエットがしたいです。でもどうしてもケーキとコーラがやめられません。どうしたらよいでしょうか、というね、お悩みが逆立ちで歩く犬さんより来ていますが、はい、先生この方法どうやって解決しますかね。うん、まあ、まずこれですね、はい、ケーキとコーラをやめればいいと思います。いやいや待ってよ。先生、はい、それ言ったら全部終わっちゃうじゃないですか。いやでもね、はいはい、でも先ね、お悩みにもありましたけど、どうしてもケーキとコーラがやめられないと。なるほど。そういったそういう方の場合はどうやったらこうお悩み解決、ね、どうやったらダイエットできるのかっていうのを教えていただきたいんですけど、うん、OK です、はい、じゃあまずですね、はい、私このお悩み、何回か解決したことあるんですけど、うん、あ、そうなんですか、はいはい、3つほど、はい、スタンダードな解決方法が3つありまして、はいはい、何ですか、はい、まず1つ目、はい、まあ歩くっていうことなんですけど、歩く、まあ、単純に言えば、はいはい、ケーキを消費するとカロリーをね、消費するために、はいはい、で、まあ、ケーキ1個あたりのカロリーが250キロカロリー、はい、で3つで750キロカロリー、750キロ、そうですね、はい、コーラ 1.5 リットルが675キロカロリー、うん、ああ、そんなにあるんですね、はい、まあ約ですけどね、それで、まあ、2つ合わせると1425キロカロリーほどになるんですね。あ、だいぶ摂取してますね、はいはい、まあ、これを歩くウォーキングで、カロリー消費していくってわけなんですけれども、うん、はいはいはい、まあ、大体このウォーキングコースが、はい、那覇女村間になりますね。まあ、空いてる時間、隙間時間など、まあ、通勤時間とかにね、今すぐ女村に引っ越してもらって、まあ、那覇勤務の方は女村から毎日歩いてくると。先生、ブラッとね、ブラッと那覇女村間は、はいはい、隙間時間で歩けないですね。もうそれ隙間というか、なるほど、もう それですもんね。FX とかやってる人ぐらいしかできないので、そういうの。だいたい 5.7 時間ほど歩けばいいんですけど、厳しいですかね。5.7 では足りないと思いますね。あ、そうですか。全然足りないと思いますので、なんかもっと手軽にできる、多分ね、ちょっと甘いものが楽しい、
なるほど、そうですね。多分ですけど女の子だと思いますので、もう少し手軽にできるなんかダイエット方法を教えていただければ、ね、はい。じゃあまずあの、はい、犬を1500匹飼うっていう方法もある。これ手軽じゃないじゃないですか。これはもう犬種は何でもいいんですけど、はい、あのまあまず犬の餌代がすごくかかる、はい、これ1500匹も買うと、はい、そうするとあの経済的にケーキが買えなくなるわけですね。そうするとそうですけどおのずとケーキを食べないという、うん、そうですけどこう、ね、こうもう1500匹も買えないですからやっぱりちょっとこれも難しいですかね。なんかもう少しひねり出していただければ。わかりました、はい、あのまあ、これが3つ目の方法なんですけど、 ありましたか、よかった、まあ、これでもほぼほぼの人はもう解決してます。ああ最初からじゃあそれを教えていただければよかったですね。はい、はい、お願いします。あのマリリン・モンローの写真をずっと見るっていう解決方法なんですけど。ああなるほど、なんかちょっと聞いたことありますね。なんかその憧れの人を貼ってそれを見たらなんかちょっとそれに近づいていくみたいなのはありますね。そうですそうです。あそういう感じですかね。でも本当にもう細胞がね、はい、マリリン・モンローを意識し始めるわけですよ。ああそうなんですね、うん、はい、でこうまあ口癖もマリリン・モンローになるんですよね、はい。あ、マリリン・モンローがよく使う口癖をよく言ってしまう。ああ違います、あの、はい、もう口癖自体がマリリン・モンローになるんですよ。え、まあ、これ、はい、例を挙げると、ああ例、はいはい、どんな感じですか。まあそうだけどねっていう時にこのまあリリン・モンローだけどねっても言ってしまうんですね。このまあに引っ張られて、はい、まあリリン・モンローだけどねって言ってしまうわけです。先生でここまで来たら あのもう立派なあのあなたは立派なオードリー・ヘップバーンになってるっていう。いやマリリン・モンローどこ行ったんですか。オードリー・ヘップバーン、そうです、はい、あれ違う、イメージが大体似てますよね。でもオードリー・ヘップバーンとなんか一応これでダイエットのはもうこれ成功です。ここまで来たらこれで成功なんですか。もうここまで来たらね。いやこの満を持して言われてもあれなんですけど、あじゃ あなるほど、あ分かりました、はい、これで、うん、これをトータルでやったら、うん、もうどうにかダイエットして、もう1個だけでいい。1個だけで全部じゃないんですね、うん、これ1個だけで、そうそう、もうこれはもう、うん、じゃあダイエット成功と、はい、あじゃあもうこれで逆立ちで歩く犬さんも、うん、ダイエット成功できるでしょうね。できるでしょう、ここまで来たら。すごい先生自信持たれてますね、アドバン先生、うん、ありがとうございました、うん、いやもうここも笑ってね今日ラジオ聞いていただいてると思いますので、はい、ありがとうございました先生。またあのお時間、はい、よろしくお願いしますね。お願いします、はい、ということでお悩み解決ということでありがとうございました。ありがとうございました。以上自分で解決お悩み自分相談のコーナーでした。はいね、アドバン先生、あの聞くところによると年齢が20歳ということで。あそうなんですね。あそう、あ戻ってきましたね、はい、森水くん、そう年齢が20歳らしいので。あそうなんだ。いや俺より若いんだなと思って、はい、僕はあのさっき年少聞いたんですけど、うん、年少、はい、あの鉛筆を頻繁に削ろうの会の、あ、はいはい、あなんかどんくらい稼い、はいはい、150円らしいです。あなるほど、はい、あそうなんだ、あの鉛筆を削ったカスを、はい、あの歩行者天国の時の国際通りでこう並べて、はい、売ってその時の街行く人の同情の150円が年商らしい。長いわ長いわ、うん、もうこのボケが長いわ。ないということで、はい、なんか解決してほしいお悩みもありましたら皆さん募集していますので、ツイッターメールなので、よろしくお願いいたします。お願いします。曲いきましょうか。いきましょう。曲いって、ちょメールも来てるみたいですので、うん、曲いってメール紹介しましょうね、はい、じゃあ曲大丈夫ですか。はい、じゃあ曲いきたいと思います。桑田佳祐で銀河の星屑。はい、ということでラジオの方では音楽が流れております。はい、はい、ということですけれどもね、メッセージも来てるので読まないといけないですね。来てます、ありがたいですね。ありがとうございます。ちょっと見てみますか。あ結構来てます、ね、おお3通も結構来てますよ。本当に、はい。これなんかね、スタッフ F 麦のあのスタッフの人が送ってるとかない、これ本当にこれ、あ大丈夫みたいですね、はい、大丈夫みたいですね。個人的にこれ知りませんって言いました、これは。知らないですね。ああなるほど、いい質問ですね。質問なんかも来てますね。はいはい、いっぱい来てますね。
うん、3通のうち2通が同じ人、そうですねいやいや、ありがたいです、ありがたいですね。はい、桑田佳祐。なんか話すことあったんだよな。なんか話すことあったんだけどな。なかったら俺話すけど。ああ、いいよ、どうぞ。あの、最近ニラにハマってまして。ニラ。ニラ。ああ。美味しいね、ニラ。ニラいいよね。あの、ラーメン屋さんでこうニラめっちゃいっぱい乗ってるラーメン屋があるんだけど、すごいそれも美味しいし、あ、なんか、聞くところによると意外と美容とかにもいいらしくて、はい、あ、そうなんだ。ニラ、こうニラをさ、うん、ニラだけ炒めるみたいなの、うんうん、美味しいよね。あ、だから俺今日食べてきたもん。あ、そうなんだ。で、あのね、親になんかそれって言われたけど、うん、普通に全然ニラんでやった、その時ニラんでやった。おー、お前腕上げたな。売れたな、もうこれ売れるわ。腕上げたな、ここまで来たら。ここまでというか、うん、一回通り過ぎた道だけど。誰もが素通りする道、うん、あのね、すごい美味しいよ、うん、だって一束が意外と熱通して野菜ちっちゃくなるんだけど、うん、確かに、けもう結構すげえちっちゃくなるよね、ニラとか。いや、もうニラというか葉野菜全般そうですけど、まあ、まあそうだけど、そうそうそう、美味しい美味しい。でもね、自分で市販のキムチ買って、はいはい、ニラ切って一緒に混ぜて、なるほどね、今家に漬け込んであるから。ニラ育てるのも簡単だしね、うん、そうそう、ニラとかネギとか葉野菜とか、そうそうそう、うん、ああいうのはね、とても美味しいですね。ニラ、なんかニラの美味しい食べ方とか教えてほしいです、ね。ああ、こ、なんかちょっとニヤリしたけど。いや、なんかニヤってしたけど。もう一個ダジャレ言おうかな。考えて、うん。どっかの居酒屋に本当にニラのサラダみたいなのがあるわけ。これがね、すごい美味しい。こうニラもね、なんかアクが抑えられてて、はいはい、すごい生でも食べやすいニラで、すごい美味しい。どこだったか忘れたけど。これすごい美味しかった。でそれやろうと思って、うん、昨日かなやったんだけど、うん、やっぱ市販のやつちょっとアク強いから、ああ、なるほどね、カッて辛くなっちゃうんだけど、美味しいね、ニラね。ニラ、あとニラも、ニラもそうだけど、はい、ニラもそうだけどっていうか、麻婆豆腐、ああ、麻婆豆腐はちょっとあ、そうなんだ、あ、そうなんだ。俺最近あのもずくにハマってて、あ、もずくもいいじゃないですか。毎日もずく食べてるんだけど、あのこの前メイクマン営業、うん、僕なんかやった時に、はい、あのもずく3個朝食べました。あのメイクマン の, あの現場でね。だからかなんか海藻食べて、お腹の調子良くなって頻繁にトイレ行ってなかった。そうでもないっけ。分かんない分かんない、普通ぐらいだったか。はい、ということで、うん、桑田佳祐の銀河の星屑をお送りしましたけれども、はい、はい、ということでエンディング近づいていますが、近づきます。はい、このコーナー行きましょう。行きましょう。物語リレー。はい、ということでこのコーナーはタイトルだけを頼りに即興で物語を作っていくコーナーです。はい、僕と森光で3往復の物語の、うん、3億の間に物語を終わらせていきますね、うん、どんな物語が生まれるのかお楽しみにということでエンディング、のコーナーになってますが、はいはい、今回の物語のタイトルがですね、はい、流れ星を食べた少年。なるほど。なんかありそうだよね。そうですね。水獣かな。水獣。ドラマ、ドラマね。あ、ドラマ、ドラマ、確かに水曜日の10時ぐらいにあるやつ、30分ドラマかな、うん、かいやいや、まあまあこれは作ってからのお話、うん、あのね、お楽しみですけれども、じゃあちょっと今回はドラマチックになるかもしれない。じゃあなんかこう流れ星でとかがちょっとなんか、うん、確かにロマンチック、味噌じゃないでしょうか。はい、ということで味噌ではないですね。ちょっとパッと終わらせて、じゃあメールも紹介したいと思いますので、はい、じゃあ今回は僕からですかね。そうだね、俺が終わらさないといけないのか。はい、あ、いいですよ。はい、行きましょう行きましょう。流れ、あ、森光からそのまま言います、はい。流れ星を食べた少年。昔昔、あるところに散歩が好きな少年がいました。その少年のお気に入りスポットがあって、そこは少し高い丘の上。そこへ少年は夜道をとことこと散歩していきました。散歩途中、空を見上げると、はい、流れ星が流れていました。あ、流れ星だ。
その流れ星綺麗だなと思いながら、その子はチューブのあー夏休みを歌いました。ちょうど夏休みに入った時ですね。その男の子は夏休みに入ったという気持ちもありつつ、ワクワクしながらチューブのあー夏休みを歌ってて、ちょうどですね、あー夏休みのあーのところで流れ星が喉にスターって入ってきました。スターって入っていきました。はい、その少年はあまりのことの出来事に、一瞬何が起こったか分かりませんでしたが、あ、今自分は流れ星を食べたんだと思いました。しかし少年は、あ、ハンバーグの方が良かったなとその時思いました。とはいえ、星を食べてしまった男の子、しばらく経つと、数日経つと、体にジンマシンなどが出てきて、あ、ちょっとジンマシン出てる、やばいとなってお医者さんに見せると、あ、これは星アレルギーだねとお医者さんに言われました。星アレルギーか、大変だな、いや、これは絶対治したい。そう思った男の子は星アレルギーを治すために医者を探す旅に出ようと決めました。男の子は医者を探す旅の途中、ある超能力に目覚めました。その超能力というのは、爪からポロポロと砂利が出るという超能力でした。その超能力を使って何かしようと思いましたが、何もできずに、そして医者も見つからず、少年が途方に暮れていたところ、ふと思いついたことがありました。それは体にパクチーをまぶしてみるということです。少年は体にパクチーをまぶすと、あー、パクチー臭くなっちゃったと思いました。パクチー臭くなるし、爪から砂利は出るし、もうこの星アレルギーどうにかならないかなと途方に暮れていると、その手から出た砂利をよく見てみると、なんと全部星砂だったのです。男の子はすぐさま国際通りに行き、自分の爪から出る砂利を瓶詰めして1個70円で売り、その少年は大層お金持ちになったとさ。おしまいということで、はい、完結しました。よかった、危ないですね。いや、よかったですね。ちょっとあれですね、はい、今日のはひどい。ひどい出来、まあ、プラスアルファの補足情報で言いますと、うんうんうん、やっぱその儲けたお金で、はい、うまいこと、あ、いや大丈夫です、治りましたって言おうとしたけど、はい、治さない方が手から星砂出ますのでね。そうですね、はい、それで、うん、人儲けできましたというお話でしたけれども、この僕、あれじゃないですか、僕なんかこのお題を、そうですね、タイトルね、タイトル決めて、はい、でそれを各々でちょっとね、うん、事前に聞いてこう、はい、仕込むじゃないですか。仕込みますね、なんかある程度それを、はい、本番で、はい、大河とこうね、はい、即興で合わせるという形で、そうそう、こうセッションみたいなね、はい、やるんですけど、僕の、うん、候補仕込みの一番上に、うん、なんでこれ書いたのかなと思うんだけど、うん、チーズのような薄くスライスって書かれてるんだけど、チーズのような薄くスライスって、星要素ゼロはな、これ、うん、その次が、うん、流れ星の中から男の子って書いてあるから、うん、あ、まあ、お題は分かってる状態で書いてるんですけど、一発目だから別のこと頭にあったんだろうな、うん、そうだろうね、多分、いや、多分乳製品食べたかったんでしょう、うん、そういうことでしょう。ということで、いかがだったでしょうか。ツイキャスの方反応ありますので、はい、少し紹介しましょうか。ですね、はい、これペーターさんですかね、はい、ありがとうございます。流れ星定食一丁いや、いいコメントですね、ペーターさん、はい、ありがとうございます。何のノードさん、はい、手から星砂が出るのを想像してしまいました。ちょっとかっこいいか、まあ、なんかロマンチック、痛そうだね、うん、もう爪から
星砂でたチクチクして痛そうだ、ね、もう慣れだよね多分そういうのは。わかんないけど、うん、星砂ってあれ砂じゃないんでしょ。あ、砂だけど。あ、そうなんだ。なんかサンゴとかじゃなくて、 あれなんかのなんか微生物の死骸みたいですよ、そうなんだ。星砂は全部そうそうそう、綺麗ですけどね、うんうん。またペーターさんからメッセージ来てます、ありがとうございます、はい。星砂海岸を造成しましょう。わらわらじゃねえよ。星砂だけだったらなんかちょっとね、貴重さがなくなっちゃうからさ、うん、確かに、うんうん、星砂はこう一生懸命探すのがいいですよ。いや、ペーターさんありがとうございます、ございます。ということで以上、はい、物語リレーのコーナーでした。はい、ということで、はい、ということで、はい、もうそろそろエンディング、もうさっきも言いましたがエンディング近づいてますのでね、はい、メールが来てるみたいですので紹介しましょうか。 ありがてえ、はい、ありがたいですね、ありがてえ。こっちからですね、うん、はい、ラジオネームお笑い大好き高校生さんよりいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、質問です、はい、なぜコンビ名がきんぴらごぼうなんですかと。なるほど、来ていますが、うん、あと続けて、はい、あと1通来てましてね、はい、こんばんはと同じ方が、はい、お笑い大好き高校生さん、はい、突然ですけど那覇の新都心で仕事している芸人さん分かりますか。知らんわ。質問の差が激しすぎますよ。まあ何でもいいって言っちゃったしね、うんうん、僕なんか確かに、うん、どんなメールでもいいって、はい、言いましたけど、一応この中本当申し訳ないですけど、ちょっと そうですね、知らないですね、はい、知らないですし、うん、一応個人情報でもあるので、僕なんかがねラジオでペラペラ、仮に知ってたとしても誰がどこで働いてますか。これは答えてあげましょう、はい、なぜはコンビ名がきんぴらごぼうなんですかと。そうですね、うん、少しお時間も少ないですが、早いね、まあ、まあ最初、うん、あのまあ僕なんか細いですからもやしっていう、そうそう、ほや細いんですけど、なんかもやしとかそういうのにしようかなと思ったんだけど、うん、もやしってなんかありきたりさね、まあそうだね、こうとか、はいはい、あ、ごぼうにしようかなと思って、うん、まあごぼうだったらちょっと物足りないなと思って料理にしたぐらいですかね、きんぴらごぼう。いやいや、でもそんな感じだと思う、うん、はい、大丈夫ですかね、はい、お笑い高校大好き高校生さん、本当はさ、うん、俺あれしたかったわけ、あの名探偵コナンあるさ、うん、あのなんていうの、名探偵コナンって、はい、こう自分が子供になった時に、うん、名前何って聞かれて、あ、パッと見て、そうそう、パッと見て本あった本で、うん、コナンって、そうですね、言ってやったさね、はい、俺それがしたかったわけよ、はい、でコンビ名決めるときにたまたま机座ってて、うん、俺もなんかないかなと思ってパッて見たら、うん、本が一冊もなかった、うん、ああ、ちょっと、うん、ダメだね、読んどけばよかったな、ね、本もしじゃあ森光が本読むような子だったら、たら何かしらの本 の江戸川だったかもしれないけどね。そうだね、コンビ名が江戸川乱歩読んどけばってことね、うん、いや、ありがとうございます、お笑い大好き高校生さん、あと1つ来てますので紹介しましょう、はい、お、何ぬねのうどんさんからです、ありがとうございます、こんばんは、何ぬねのうどんですと、はい、さっきニッキーさんの品数独演会に行ってきましたよ、楽しかったです、はい、大学お疲れ様でしたと、はい、先週の金曜日にパッションやらさんのバースデーパーティーに呼ばれたので行ってみたら業界人しかいなくて変なしました。すごいな、呼ばれたんだ。業界人でもない普通の人の私はオーラがなさすぎて思いっきり定員に間違えられました。あ、店員じゃないですね、ゲー間違えたって言われてムッとしましたと。あれ愚痴っていいのかな。あ、まあまあいいです、いいでしょ、いいですよ、うん、帰りに姉とあいつよ普通の人呼ぶなよなと、呼ばれたから言ったのに、いや変な朝よと、変な朝よと言って言いながら帰りました。あいつとはパッションやらのことですね。私はこれを本人に言いますけど、だから愚痴ではないです。2人は業界人だけど普通の人にも優しくしてね、店員には間違えんでねと、ではではといただきました、ありがとうございます、はい、まあ、いやもう普通のね、普通俺なんか自体が業界人、ね、業界人とかでもないので全然普通なんで、うん、常に普通なんでね、うん、はい、ということです、うん、はい、もう優しくしますよ、ノードンさん。もうね、たくさんライブも来てくれて、ありがとうございます、メールも。はい。はい、ということで、もうそろそろお時間もあと2分も1分もないぐらいですので、うん、少しだけ告知していいですか、はい、はい。はい。ですね、来る土曜日ですね、7月の30日土曜日、ですね、那覇のですね、あ、申し訳ございません、沖縄市の沖縄市民小劇場アシビナーの方で、はい、僕なんか FEC がやってるライブ小座お笑い劇場というものがございます、お笑いのライブとパフォーマンスなどなども見れますので、うん、ぜひとも遊びに来てください、超面白い、はい、場所がですね、あ、場所先ほど言いましたね、はい、那覇市民小劇場アシビナー、はい、
時間が、18時オープン、はい、18時半スタートになっています、はい、料金が前より1000円当時1500円になっていますのでぜひともお時間ある方は遊びに来てください。よろしくお願いいたします。ツイキャスユーストリーム、はい、サイボームラジオで生で、お聞きのラジオを聞きの皆様本日もありがとうございました。ありがとうございます、はい、来週も生放送予定ですのでぜひとも聞いてください。サイサイ、はい、で明日は金曜日、僕なんか事務所の後輩 KY デンジャラスがこの時間帯をお送りしますのでそちらの方もよろしくということで、はい、最後いきましょうか。皆様本日も聞いてくれて誠にありがとうございます。ありがとうございます。来週も聞いてくれなきゃ。キンキンピラピラ星に変わってお仕置きよ。はい、ありがとうございました、はい、ラジオの方、生の方はですね、はい、無事終了いたしました。ありがとうございます。しました、ね、ツイキャスの方もそうですね、今ツイキャスの反応ありますので、はい、紹介いたしたいと思います。いたしたいと思いますと、愛知県のゆびさんより来ていますね、はい、来年の SF 小説大賞を狙ってもいいはず。おお、いいのかな。よかったってことなのかな、ね、はい、大丈夫なのかな、うん、うどんさん来てますね、はい、コンビ名の由来初めて聞きました。あ、なるほど、ね、なんかもあ、でもそんな感じか。まあまあこんな感じかな、ね、こんな感じか。なんかもっと後付けで言ったらなんかきんぴらごぼうを一応料理名にしてなんか、はいはい、なんかちょっとみんなに親しみが湧くようにみたいなとか、ね、ニュアンスの後付けで付けましたけれども、うん、はい、